こんにちは、ハンガリーの皆さん、広瀬雄一と申します。日本の静岡県浜松市というところで、フリーランスのメカエンジニアおよび研究者をしています。今日はですね、私の開発しているソリッドアミキという機械の説明をさせていただこうと思っています。ストリットアミキ、物をアップデートできるようにする機械です。はい、まずこれがですね、私が考えたソリッドアミという編み方です。編み方そのものを私が、発明しました。これですね。こういうソリッドアミを使うと、こういうふうに硬いものを作ることができます。今まで編み物というのは布地にしか使えなかったと思うんですけども、そうじゃなくてこういう硬いものを編み物で作ると。でこれで椅子とか机とか、工業部品みたいなものを作れるんじゃないかというふうに考えています。でこれがまずですね、そのソリッド編みの仕組みですね。まずこういうふうに 3D データをインポート、ソフトウェアにインポートします。でそれをスライス、高さ方向にスライスして、編み図を、それぞれの層の編み図を生成します。でその通りにこの私の考えたソリッド編みという編み方をしていくと、 3D プリンターと同じような原理でどん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 積層されていって、元の3次元形状を再現することができます。編み物で再現することができます。こういうふうに三角錐が編めましたですね。こういう複雑な3次元形状もここにあるんですけども、この仕組みを使って再現することができます。この左の写真は編んでる途中の写真で、まさしく断面がこういう風になっていて、それを重ねていくとこういったものが作れるっていうものです。でなんで編み物でやりたいかというとですね、編み物の特徴は簡単に1本の糸、もしくは2、3本の少ない本数の糸で戻せるんですね。で例えばこれが織りだと、そうではなくて縦糸が無数にあって、横糸が無数にあって、なので解くともう無数のバラバラの糸になっちゃうんです。なんですけど、編み物っていうのは基本的に1本、多くても2本とか3本とかの少ない本数なので、それを解いて何か別のものに編み直すっていうことができるんですね。なのでセーターを解いてマフラーに編み直すっていうことができる。この編み物を使って、例えば椅子を編むことができれば、椅子を解いて机に編み直すっていうことができる。これが僕のやりたいことです。この最終的なゴールはこういうふうに机バージョン 0.1.1 を机バージョン 0.1.2 にするとか、インターネットを通じてそのものをアップデートできるようにする。なんで今ソフトウェアで行われているようなことをものでもできるようにしたいっていうのが最終的なゴールです。でこのソリッド編みはですね、別にこのさっきのこういうロープとかこういう毛糸に限らずですね、こういうふうに細い糸です編んでいくと目が細かくなるので、その分解像度が高くなると。でもうちょっと細い糸使うとこういうふうになっていくと。で T シャツって大体網でできてるんです。でただあれ T シャツって網目が細かすぎて、あれを誰もですね、編み物と思わないと思うんですけど、細かすぎるとすごい編み物って分からなくなると。なんでこれの編み目をどんどん細かくしていって、すごい細い糸ですごい高解像度で編んでいくと、プラスチックの代替物になったりするんじゃないかと。でほどいて編み直せる、簡単にリサイクルできるプラスチックの代わりにしたりできないかなと。そういうことができると、iOS をアップデートするっていうのがあると思うんですけど、それと同じ感覚でその iPhone のこの側の筐体の部分もアップデートするとか、そういうこともできるようになるんじゃないかなと、ちょっと未来の話ですけど考えてます。これですね、これが T シャツの裏地になっていて、編み物の構造になってます。でこの細かさまでスレッド編みを持っていけたらいいなと思ってます。で次にですね、私がなんでこのスレッド編みっていうものを作り始めたか説明をします。でまず私がこのスレッド編みを思いついた大学の時の研究分野っていうのはデジタルファブリケーションという分野でした。これは英語はそのままデジタルファブリケーションなんですけど、日本語にするとデジタルなものづくりという意味です。
デジタルファブリケーションとかデジタルなものづくりって聞いて、多分多くの人が一番最初に頭に浮かぶのはこの 3D プリンターなんじゃないかなと思います。で 3D プリンターはいくつか方式あるんですけども、全部共通しているのは層、この3次元形状をこう高さ方向にスライスして、その一層一層重ねることで3次元形状を似せた形を作る。なんでよく見るとこう段々になっていて、そこがその層が薄ければ薄いほど解像度が高くなっていって滑らかになるっていうのが 3D プリンターの仕組みです。でただですね、この 3D プリンターってそんなデジタルじゃないんじゃないのっていう話があります。でこのデジタルファブリケーションっていう分野の、権威の先生がニール・ガーシェンフェルドさんっていう人が、MIT メディアラボの先生でいるんですけども、こんなことを言っていますと。In common usage, the term digital fabrication refers to processes that use computer control tools that are the descendants of MIT's 1952 numerically controlled mill. But the digital part of those tools resides in the controlling computer. The materials themselves are analog. A deeper meaning of digital fabrication is manufacturing processes in which the materials themselves are digital. なので、このデジタルファブリケーションという言葉は、主にですね、そのコンピューターコントロール、コンピューター制御の、機械について、加工の機械について、言うんですけども、でもこういったもののデジタルな部分というのは、コンピューターを制御する部分だけだと。で、そういった機械が扱っているその材料そのものはデジタルじゃなくてアナログじゃんっていう、そういう話です。で、これどういうことかというと、こういうのが本当のデジタルなファブリケーションなんだっていうふうに、言われているわけですね。こういうふうにレゴブロックみたいにくっついたり離れたりできるブロックを作って、それの分解、再構築で、こういろんな三次元形状を作ると。ピクセルの3次元版っていうことになります。でですね、ちょっと著作権の関係でここには載せられないですけれども、日本のタイトルで言うとベイマックス、アメリカのタイトルだとビッグヒーロー6だと思いますけども、その映画の中でですね、マイクロボットっていうロボットが出てきます。そこの映画の主人公がですね作ったちっちゃなロボットなんですけども、そのマイクロボット1個だけだとこういうふうにただお辞儀するだけみたいなロボットなんですが、それがもう大量に集まるといろんなものを瞬時に作れる。ですぐ分解してまた別のものを作れると。なんでその3次元版のディスプレイみたいなことができるっていう、そういう世界観ですね。でこの映画はまさしくそのスペシャルサンクスにこのさっきのニール・ガーシェンフェルドさんの名前も入っていて、この本来で見るデジタルファブリケーションっていうのは、こういうことなんだ、まさにこの世界観です。ちょっと見てみてください。ベイマックス見てない方はそのロボットを入れてきます。でただですね、こういった研究すごい面白いなと思って大学の頃に思ってたんですけども、MIT とかのすごい頭のいい人たちがいっぱいお金使ってこういうのを作ってる中で、自分が後から入ってもなっていうのもあったりして、なんかでもこれに近いことやりたいなと思った時に、研究室の別の人が、ちょっと違う文脈で編み物を研究してたんですね。それ見ていて、編み物ってめっちゃデジタルじゃんというふうに思いました。でこれ日本で用いられてる編み図なんですけども、もう本当にピクセルとの画像と全然変わらないですよね。この全体形状をバラバラ、一目一目にバラバラにしているっていうところが本当にデジタルだと。あとこれはですね、主に欧米で用いられているニッティングパターンっていうものですね。欧米だとこういうさっきの編み図みたいなのはあまり使われないらしくて、こういう文章みたいなニッティングパターンが主に用いられるそうです。でこの例えば1行目だと1行目3行目5行目はみたいなのがロー1、3、5というふうに書いてあって、横の K3 っていうのはニット3、こういう編み目がありますけども、その編み目を3目編め編めと。編み物ってそのちょっと編み方に種類があるんで、この K のニットっていうのが一番ベーシックな編み方、ニット、まさしくニットですけど、ニット、3目みたいな感じで省略形で書かれてあります。でこれって本当にプログラミング言語とそっくりで、こうやって編み物ってその全体の形状をバラバラにしている、一目一目に分かれている。だから一目、二目、三目っていうふうに整数で数えられる。だからこそこういう形で表せると。
1.3 目みたいな概念、まあ、当然ないんですよね。でそれこそがこの編み物がデジタルであるっていう話ですっていう理由です。でデジタルデジタルって言ってるんですけど、デジタルって最近そのすごく広い意味で使われていて、例えばインターネット、生まれた時からインターネットを使っているような世代のことをデジタルネイティブって言ったりとか、インターネットのアクセスが人によってとか国によって差ができてしまうことをデジタルデバイドって言ったりとか、結構それは広い意味でのデジタルなんで、もともとのデジタルってどういうことなのってちょっと説明します。でデジタルっていうのは大体バラバラである、英語でセパレイトって書きましたけど、ちょっとこの訳がいいのか僕はあんまり分かんないですけど、バラバラであるっていうのがデジタルの本質です。でちょっとかっこいい言葉で言うと離散的である、英語でディスクリートというふうに言います。でバラバラである、分かれてるっていうのがデジタルの本質です。で例えばこの左の A っていう文字がありますけど、これをぴったり同じように書こうと思っても、まあ、手書きだと線が震えたり、まあ、うまく書けなかったりして、まあ、完璧に真似することはできない。でもこの A っていうのをこういうふうにマス目で分割して表すと、元々の A とはまあ若干異なっちゃいますけど、まあ、本当に正確にコピーすることができると、同じマス目の塗りつぶせばいいので、もう本当に正確にコピーすることができるようになります。でただこのマス目ももちろんこのマス目をどん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 小さくしていって、解像度を高くしていけば元の A ともう本当に見分けがつかないようにすることができると。でこれがデジタルのいいところです。でしかもですね、このデジタルっていうことでバラバラにすると、その電気信号に変換できるんですね。で例えば白のマスのところはスイッチのオフ、黒のマスのところはスイッチのオンで表そうって決めちゃえば、例えばこの1列目のところ、1段目のところはこのオフ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 オンオフ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 ってやれば、電気信号でこの画像を表していくことができると。それで2段目に移ってまたオフオフオフオンオフオンオフオフオフとかっていうふうにやっていけば、この画像を電気信号で通信することができると。で遠く離れたところでもコピーできるようになります。簡単にできるようになります。で別にこれスイッチが大量にないといけないとかじゃなくて、例えば1秒に1回この1個のスイッチをオンオフを切り替えようというふうに決めちゃえば、オンオフオンオンオフっていうふうに1個のスイッチの、オンオフで電気信号を送ることができると。それでそれを電線に電線で伝達すれば、離れたところにもこの情報を送ることができるようになる。であとはですね、ミスした時っていうのもすごい簡単にデジタルなものだと訂正することができて、例えばこの一マスのところを白にしちゃったってなった時に、単純に電気信号をオフからオンに例えばすれば修正することができると。でしかもそれをいろんなところに電気信号として送れるので、まあ、インターネットとかがあれば瞬時にそれを全世界的に修正することができると。これ紙の本で配ってたら、それ修正しようと思ったらそれぞれローカルなところで紙に新しい印刷してなんかノリで貼ってとかってやんなきゃいけないんですけど、そういうことをしなくてよくなる。であとこれ最初の本で出てきた画像ですけど、これもともと靴が破れてたんですよね。でこれちょっとやっぱかっこ悪いなと思ってフォトショップでこの破れたところだけ隠したんですけど、例えばこの画像をどっかにアップロードしていて、後で自分がこれ靴破れてるんだと気づいて直したいとなった時に、まあ、瞬時にこういった画像を直すことができると。なのでさっきのこの文字ぐらいだったらなんかまあいいじゃんってなるんですけど、この写真を正確に直すってなるとデジタルだからこその意味が出てくるということになります。なのでデジタル化することによってコピーとか正確に元に戻すとか、それで元に戻したところからアップデートするとか、そういうことができるようになります。例えばその undo っていうところは、例えばこれ左から右に訂正したとして、やっぱり元に戻したいってなった時に簡単にまた undo することもできると。でこういうコピーとか undo とかアップデート、画像や歌や文章や 3D モデルなどのコピーとか undo とかアップデートっていうのをデジタル化によってできるようになります。でこれでちょっと編み物の編み地なんですけど、もうこれ
まあ、言いたいこと分かると思うんですけど、もうバラバラじゃなくて一目一目にバラバラに分かれてるじゃないですか。これは本当もうデジタルだなと思うわけです。でこれさっきのアミスですけれども、あのこういうふうに一目一目に分かれるっていうからこそ、こういう形で抽象化することができると。こういうアミスっていうところになると、もう編み物っていうものから、その編み物を作るための情報に抽象化されてるわけですけど、あのそういうことが簡単にできると。例えばそのなんかこれこういう水筒を 3D モデル化しようってなったらもう大変なんですよね。その 3D スキャナーみたいなのを買ってきて、あの、まあ、いろんな方式を使ってなんかこうやってこうやってながらなんかこの形をうまく取ってとかってやらなきゃいけない。もともとが別にデジタルなものじゃないんで、それをデジタル化するためのいろんな工夫をしなきゃいけないんですけれども、編み物っていうのはそもそもがすごくデジタルな性質を持ってるんで、もう簡単にこういったあの抽象化ができる。でこの抽象化 した編み図っていう情報を、まあ、いろんな人に配れば、あの遠く離れた人も同じものを、同じ編み物をあの正確に再現できると。でこれあの電気信号を送って別のところでコピーするっていうのと本当に似てますよね。あと Undo アップデートの方なんですけども、一目一目で分かれてるからこそ、あのこの編み物っていうのはこういうふうにですね、正確に一目一目戻すことができます。で戻してまたそこからアップデートする、編み直すっていうこともできます。でこれ粘土とかあの他のものづくりの方法ではできないことです。でただしあの編み物っていうのはあのこういう布地にしか使えなかった、中が空洞の布地にしか使えなかった。だからこそそこに体を通して衣類として私たちは使ってきました。でもこれをこの編み物をですね、なんで今までの編み物はいわばサーフェス編み、面だけで構成されたサーフェス編みなんですけども、この面を一層として積層させていくことで、あのソリッドな編み物っていうのを作れるんじゃないかと。3D プリントと同じ仕組みで、その面を層として積層させていくことで、ソリッドな編み物、中身の詰まった硬いものを編めるんじゃないか。そうするとあの今まで衣類にしか使えてなかった編み物を、あの椅子とか机とか工業部品とかに使えるんじゃないか。そうするとさっき説明した編み物のデジタルな性質っていうのを衣類だけじゃなくて、そういった硬いものにも応用できるんじゃないかと考えました。仕組みは 3D プリントと全く同じで、こういう 3D データがあって、それを一定間隔で高さ方向にスライスします。そうするとこういうふうな断面が得られます。その断面通りに編んでいくと、あのさっきのビデオに、最初の方のビデオにありましたけど、その 3D データ 3D 形状を編み物で再現することができると。でもうちょっとあの細かくこのソリッド編みの、仕組みっていうのを、構造ですね、の細かいところを説明していきたいと思います。ちょっと今回このプレゼンのお話をですねいただいたのブダペスト日本文化センター のスタッフの方からですね、ハンガリーの方々はですね、基本的にもちろんその国民性全部一括りできないですけども、ハンガリーの方々っていうのはの多くはですね、このすごい細かいちょっと理解しづらい話を頑張って理解してた時の達成感みたいなところに面白さを感じる人が多いから、そういう内容がいいと思うっていうふうに言われてるので、まあ、普段はもうちょっとなんか夢物語みたいな話とかそういう話をするんですけど、今日はかなり細かい技術寄りというか、この編み物そのものの話をいっぱいしているので、飽きたらこの動画を閉じていただければと、そっと閉じていただければいいかなと思ってます。じゃあちょっとソリッド編みの細かい話、細かい構造の話をしていきます。まずこれは通常の編み物の構造ですね。こういう青い部分がまずこういうありまして、こういうひだみたいな形状を作ります。でそこにさらに赤い部分ですね、ひだをまた新たに作りながらさっきの青い部分に通していくと。でこうするとその青いところが、赤いところがちゃんとその状態を保ってくれていれば、青いところはもうほつれなくなりますよね。これが編み物です。これをどん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 繰り返していって、なんで最後の段だけ結ぶ、編み目じゃ 編むんじゃなくて結ぶみたいなことをして、ほどけないようにしないといけないんですけども、なんでそこだけほどけばこうピーって引っ張ると
例えばこの赤 の最後の先端の部分をピーって引っ張ると赤い部分がこう青いところから抜けて一本のまっすぐな状態になるじゃないですか。でそうすると青い部分もまっすぐな状態になって、こういうふうに編み物っていうのはあの簡単に解くことができるんです、ね、なんですけども、最後の結び目だけあの外さなければこの状態を保ってくれる、まあ、これ考えたら人間すごいなと思うんですけど、本当にこういう天才的な構造っていうのがこの編み物の構造です。これが編み物です。で実物はこういう風になっています。でこの輪の頭の部分、この赤いところで示したこの部分にスリット編みの場合はさらに、でここの編み目はもうすでに編み終わってる編み目なんですけども、ここにさらにあの糸を通すってことをします。図にするとこうですね。この白と赤のところが、この左上の図の白と赤のところがさっきの、普通の編み地ですね。でその頭の赤い部分に反対側からまた無理やり糸の新しい部分を、なんでこうなってますけど、例えばこの新しい部分をさらに反対側から無理やりまた通すんですね。黄色の部分ですね。この黄色のひらの部分を通すと。でこの黄色のひらのところにまたさらにあの緑のひらを通すんですけど、これだと普通の編み物になるんですけど、その時にこの赤の輪も同時に通すと、この緑のひらのところはこの黄色のひらとさっきの赤の方のひらの輪の頭の部分を同時に通してます。あの左から2番目の図です。でこれがそれだったんです。でこれがあの黄色と緑の編み目が2層目になってて、赤と白の部分が1層目になってるんですね。で左から3番目に行くとさっきの緑の編み目とその1層前の赤の編み目をまた同時に通していると。で一番右に行くと青いところで、さっきの緑と黄色の部分を使いながら、あの3層目を編んでいくと。でこれを繰り返していくとどん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 高さっていうものができてくると。なんで、もともと編み物っていうのは縦横しか概念としてなかったのが、そこに高さ方向っていう概念が生まれると。右下のところがちょっと高さが出てきた時の、ストリット編みの様子ですね。で左下の方は、まあ、ちょっと分かりやすくするために別の色の、糸を使ってあのストリット編みの2層目を編んでる様子です。で本当はこうじゃなくて1本の糸であのどんどん編んでいくっていうのがストリット編みです。で最初に見せたストリット編みの動画と同じですけども、こういうふうにまず3次元形状を立方体の集合に変換すると、編み目の四角、まあ、実際にはちょっと長方形になるんですけども、あの四角に分かれているので、あのそういうふうに立方体の集合に変換すると、それで高さ方向にスライスして、でそれぞれの編み地を、生成する。でそれを見ながら編んでいくとこういった3次元形状を作ることができる。これがストリット編みの仕組みです。はい。でこのストリット編みの、メリットのところをちょっと言い忘れたので別で撮ってるんですけれども、先ほどのこのブロックの集合で作るデジタルなものづくりっていう研究のものだと、磁力とか摩擦力とかそういう物理現象による力で接続されてます。でそれで接続したりまた分解したりっていうことを行ってるんですけど、編み物の場合は物理現象による力などではなくて、もう幾何学的に糸の中に糸が通っているという状態によってこの一目一目が、接続されています。なので例えば磁力とか摩擦力による接続ですと、もちろんそれ以上の負荷がかかると、そのブロックたちはこう外れてしまうことになります。なのでああいったものは3次元ディスプレイみたいなものには使えるかもしれないんですけれども、実際にこうやって腰をかけるような椅子に使ったりとかっていうのはなかなかちょっと実際には難しいのかなと思っています。その点ですね、編み物を使うとそういったことがなく、完全に幾何学的にこう糸と糸のこの位置によって接続されているので、椅子とかそういった構造体にも応用することができるというメリットがあります。これがストリット編みという編み方によって、編み物によって、デジタルな本質的にデジタルなものづくりをするっていうところの強みということになります。